ピアノ、マイリンとピアノで、最初の曲一つ一つ紹介してると途切れるから2曲ぐらいずつまとめて、紹介します。一番目がシモネッティっていう作曲家の、マドリガル、それから2曲目がポンセっていう作曲家のエスト・デ・ジンタっていう2曲続けてお聴きください。
がとうございました。次は、続きましてはアメリカの作曲家でアンダーソンというルイ・アンダーソンという短くなって楽しい曲をいっぱい書いた作曲家なんですが、プリンク・プランク・プルンク。プリンクっていう意味は、弦をこう弾くような意味で、クラシックの業界ではピッツカートって言ってるんですけども、英語だとプリンクなんでしょうかね。それは珍しい奏法で、バイオリンっていうのは指でこう、指っていうのは馬の尻尾でできてるんですね。で、バイオリンの弦っていうのは羊の腸でできてるんです。それを馬の尻尾で弾いて、ああいうきれいな音が出るんですが、その指で弾くことはアルコーですけどね、この曲はアルコーじゃなくて、今回はピッツカートっていう奏法で演奏します。その後、タイスの名数奏曲という曲は、オペラの中の一つの間奏曲ですね、間に入っている曲なんですけどね。以上、2曲続けて演奏いたします。お願いします。Thank you.
聖書物語からあのキリストが洗礼を受けたりしたことがあって、その洗礼を受けさせた、ヨカナンという人が出てくるあの聖書の話で、まあ、たくさん流すと分からなくなっちゃうので省略しますが、そのサロメというあの曲を私が作曲した曲なんですけども、樋口さんという人が監督をして、映画化された山手ダンシングクイーンという映画なんですが、そこですね、ダンサーがサロメという曲を踊るシーンに使われた曲なんです。ちなみにこれあのウィン・フィルハーモニーのクライネットの書籍のエルスト・オッテンザマさんが独立した楽曲としては横浜で承認していただいています。でとりあえずこれは単独でお願いいたします。
Thank you.
からピアノが安住さんでした。